よし、着いたぞ。悟空、神様、急ぐぞ、捕まれ。頼む。あの小僧。ほ、さあ行ってくる。修行はバッチリだ。頼んだぞ。地球をかけた大激戦、悟空対ベジータ。で、ケーキが集まってる。あっちだ。で、ケーキが二つ。もっとでけえ木が2つ、小さい木が1つ。数が合わねえ。だ、誰か死んじまったんか。近いぞ。な、情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものが、ガキをかばっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご飯。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。
その面は気に入らねえな。あっさり潰してやるぜ。てめえなんかこのナッパ様にかなうわけがないんだ。もういい、降りてこいナッパ。俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった。はいよ。もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何よベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。やつだ、自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつの強さは思ってた以上みてえなんだ。はい、分かる。そうだ悟空、
どうせなら場所を変えて戦ってくれないか。え？みんなの死体までむちゃくちゃになっちまったら生き返った時悪いか。生き返った時ってピッコロが死んで神様も死んじまった。ドラゴンボールはもう永久になくなっちまったんだ。残念だけどみんなは二度と生き返りはしねえ。クリリンさん、ひょっとして…なんだ。詳しいことは後で話す。もし悟空が、あいつに勝つことができたら…勝てたら…か…そうだな。悟空よ、いつもお前一人に運命を任せて絶対死ぬなよ、親友。ああ、ごはん、父ちゃんが生きて帰ったらまた釣りにでも行こうな。場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。みんなを生き返らせるつもりなんだ。クリリン、ベジータに勝って後で聞かねえとな。ベジータはオラが思ってたより相当強いやつだ。絶対負けねえ。人も動物もいねえだろう。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。Yeah!
許さんぞ、カカロット。こんなヤバい時が来るのにワクワクしてきやった。笑ってやがる。諦めて開き直った。やむを得ず、もう許さんぞ、カカロット。はじけて混ざれ。なんだ。逃げることもできんか。
激戦になんて早いんだ。あっ、うわ、海よ、そして生きているすべてのみんな、このオラにほんのちょっとずつだけ元気分けてくれ。疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、すさまじい木だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。あの妙な光の玉は一体なんだ。すげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。この嫌な感じは奴の気だ。お父さんが危ない。クリーンさん、あれ降りろ。ご飯、下に降りてっか。おい、うわ、やじろべ。あん化け物、誰だと思う。知ってる。だが、やつの尻尾を切れば元に戻る。ご飯とやじろべは前に回って隙を見て、俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。冗談じゃないわ。やつは元に戻ったって死。何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、現存。じゃあそんな尻尾のことを知っていたらしいが、残念だったな。俺の失敗。
ずは貴様からだ。よし、本当の力を見せてみろよ。手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。うわあ！出た！これが元気玉だ。やったな。クリリ、そいつを。やつにぶつけてくれ。わかった、やってみる、任せてくれ。くそ、あんなに動かれちゃ俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない、悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ？孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。you
ずいぶんひどい目に遭わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。わかってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。わかったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。さん、ヤムチャさんも俺たち以外はみんな やられて。ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。
そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、オラ悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまってもう誰も生きけれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。